鶏の旨味が映るんですよね。なるほど、はい、これを漬け汁にしていきます。だん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 締まっていくんで、それが美味しいっす。どうも、りょうさん、りゅうです。はい、ということですね、今回はですね、なんと、コラボ動画でございます。この、スタジオにですね、ゲストの方が、来ております。ゲストって言っても、いつも僕がやってるゲストのハイボールさんですとかではないですね。今回はこちらの方に来ていただいております。よろしくお願いします。失礼します。お邪魔します。はじめまして、リュウさん。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。はい、蕎麦料理研究家って言うんだ。蕎麦を食べ続けてきました15、はい、6年。ほとんど毎日食べてるっていうふうに聞いたんですけど、はい、はい、昼は昼は、はい、ということで、なんかマツコの知らない世界にも出演されたということで、はいはい、あそこからちょっと僕の人生が違う扉が開かれてしまいました。僕の大好きなジーンの池本さんでございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はね、はい、リュウさんの動画見てて相当お酒好きじゃないですか。相当好きです。僕もね、ワインまあ好きで、はい、で、いろいろ食べるコラボしたりとかして、はい、でですね、今度8月に出るやつをね、はい、今日お土産で持ってきたんです。あ、作られてるんですか。これディーンラベル。わあ、嬉しいなこれ。7月7日七夕に出るディーンのニューアルバム、これもお土産で。マジですか。すいません。めちゃめちゃ嬉しいです。宣伝みたいな。ありがとうございます。なんつってもな、うちのディレクターがね、彼が目を大きくして、ひやむさん、今もう大バズってるリュウさんがディーンの歌を歌ってましたってこう見せてくれたんですよ。めちゃくちゃ酔っ払ってこのまま歌ってたね。ライブで歌ってたらしいんですけど、うん、酔っ払いすぎて覚えてなくて、何じゃそれ。よかったです。ありがとうございます。機会でまたこうやってコラボできて、はい、ということで、僕が酔っ払って歌ったのが始まりで、コラボさせていただくことになったということで、ありがとうございます。とんでもないです。今日2本持ってきて、はい、あれをまず開けたいんです。あ、わかりました。いいっすか。じゃあ持ってきましょう。はい、じゃあこれなんか、ありがとうございます。なんかタモリさんの昔の笑っていてもみたいな。はい、置いておいてみたいな。懐かしい。多分ね、あんまり飲んだことがない品種だと思うんですけど、今回ちょっとこの面白い品種なんですけど、つって持ってきたのがマスカットカネル、ババレーの品種なんですけど、甘いんですよ。だからちょっと食前酒にはめっちゃいいと思います。食前酒、そして最後に締めでもう一回ザーッと食べながら、キンキンにまた冷やしておいて、ここで締めるっていうパターンもありだと思います。でもあれですね、その品種飲んだことない。多分ないと思います。ちょっとね、冷えてた方がいいですね。あ、そうですか。はい、じゃああとちょっとこれこのままあれですね、また冷凍庫。はい、はい、今日は来ていただいてありがとうございます。とんでもないです。とんでもないです。よろしくお願いします。乾杯。うまね。うん、うまこれ。甘さちょうどいい。ね、べっとりはしないでしょ。これ以上甘いと僕結構苦手なタイプなんですけど、これぐらいの甘さめっちゃ好き。じゃあ今日はですね、はい、お蕎麦好きという、はいはい、お蕎麦、まあ僕よりも相当詳しいとは思うんですけども、今回はですね、お蕎麦を特製の鶏つけ汁でいただくですね、ねぎまつけ蕎麦。はい、はい、これも池本さんプロデュースということで、はいはい、二八の極み、はい、できていただいたので、うんうん、せっかくなんで使わせていただいて、お願いします。はい、やりたいと思います。はい、リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきます。はい、じゃあまずはこちらですね、池森そば、うん、二八の極みですね。スーパーに売ってられるらしいんで、はい、あればこちら使ってください。なければ普通の乾麺のおそばでも、できます。はい、こちらですね、長ネギですね、1分の1本ぐらい。だからこれ全部使わないですね。2人前ですか。1人前。お、1人前1人前です。はい、で、生姜が 5g ですね、うんうんうん、はい、鶏もも肉、はい、今回使います。100g ですね、うんうん、はい、あとは調味料は、概要欄に書いてありますので、じゃあ早速作っていきたいと思います。お願いします。はいはい、ということで、やっていきたいと思います。まあ、まずはね、最初につけ汁を、作っていきたいと思います。ねぎまつけそばなんですけども、まあ、ねぎまなんでこんな感じで。なるほど、はい、焼き鳥的な感じで、こうやって切っちゃいます。はい、はい、これね、焦げ目をつけていくって感じですね、うんうんうん、これぐらいで、切っておきます。はい、はい、生姜ですね。まあ、僕はスライスして。なるほど、はい、するんじゃなく、すらないですね、僕はね。ほうほうほう、はい、つけ汁につけていくんで、もともと僕が和食でじゃなくて洋食でなので、漬け汁は独特かもしれないですね。なるほど、はい、千切りにしていきますね、うん、すらないで、こうやって千切りにしていくことで、お蕎麦と吸い込んだ時に結構ね、食感出ますね。ダイレクトに結構くるんですよね。はあ、こんな感じで、僕は、うん、皮付きでやるので、皮も結構香りが出るので、はい、で、まあなんかこうそぎ切りみたいな、ねぎまの鶏感だ。そうです ね、はい、お蕎麦は冷たいのもあったかいのも好きなんですけども、うんうん、池村さんどっちが好きですか。いや、もちろんどっちも好きですけど、はい、つけ汁シリーズはね、はい、結構やりました。結構やりますか、うん、ご自身でも結構レシピっていうのは作ったり。はいはいはい、はい、
後でね、やっていただけるっていうので、ぜひね、リュウさん食べてもらいたい。料理家コラボですね、これはね、うん、僕からするとかなりアーティストさんなんです、ね、はい。じゃあこんな感じですね。わかりました、はいはい、じゃあやっていきましょう。まず、小さいフライパンで、うん、今回は1人前作りますんで、うん、2人前が良ければ倍量を作っていただければ大丈夫です。油を小さじ1、半ぐらいですかね、うん、はい。でちょっとフライパン温めましょう。まずここにパラッと、はい、皮目を必ず下にしてやっていきたいんですね。鶏肉ちょっとパリッとさせたい、はい、そうめんとうどんが多いんですけど、うんうん、お蕎麦はね、全然やってなかったんですよね。お蕎麦って結構こうこだわりがあるかなっていう感じなので、それが全然ないんですよね。乾麺で十分美味しい。そうか、蕎麦道ってそんなに敷居が高くないんだけど、それは非常にうちのチャンネルありがたいです、はい、毎日お蕎麦食べてらっしゃる方だったらどうなんだろうなっていう。全然ちょっとビビってます。乾麺ペペロチーノとかやっちゃいました。リュウさんのレシピでこれ蕎麦つゆでいけるなってのはいっぱいあるね。あ、いっぱいある。あとでちょっと教えてもらおう刺激があるんでね、こういうのやるとね、うん、教えてもらえるんですよ、いろいろ。中火で、ちょっとカリッと焼いていきます。長、はい、ネギも焼き目ね、はい、焼き目をつけていきます、うん、あんまりネギは入れたら動かさないで、うん、焦げ目をつけていきたいですね、うん、はいはい、あんまり湿気を高くしたくないので、うん、誰でもできるような料理。なるほど、だからあれですよ、皆さん、だからゴールドが来るんですよ、グーグルから。ちょっと隠れちゃってます。これここに焼き目がついたなと思ったら、うん、この、生姜もちょっともう入れちゃいます。ちょっとね、火を通すような、ん、片側だけですか、ネギの焦げ目は。ネギは片側ちょっと焼いていきます。できれば両面焼いていきます。はい、焼きますか。はい、これフライパンってなんか特別なんですか。いや、もう全然もうどこにでも売ってる、はい、ニトリで、ニトリで980円ぐらいの。そうですか、はい、これぐらいの、うんうん、いい感じの焦げ目がついてきたら、うん、そう、火は弱めていきます、うんうん、はい、まずね、酒を入れます。 酒、はい、酒入れます。大さじ2杯です。2、はい、これでコクと香りをつけていきますね。みりんが小さじ2で、これで甘みをつけていきます、はい。でお酒とみりんは、うん、アルコールが入ってますので、うんうん、よく飛ばしていきますね、はいはい。このお酒に、うん、鶏の旨味が移るんですよね。なるほど、はい、これを漬け汁にしていきます、うん、100cc の、水ですね、うんうん、だから今回お醤油使わずに。なるほど、はい、そばつゆも白だしでやるんですね。そばつゆの白だしでやっていきます。ほうほう、大さじ1と小さじ2なんで 25cc ですね。でこれはもう沸いたら OK です、うんうん、OK、はい、白だしって、凝縮されてるんで、うんうん、このカツオの香りっていうのがちょっとまだ弱いんですね。なるほど、なんでそれはね、大賛成、はい、ここでカツオ節をちょっとこの市販のつゆでは出せないカツオ節の香りをちょっとお蕎麦に合うように、はい、お蕎麦はやっぱね、節の香りをちょっと引かせた方が美味しいと思うんで、大体大さじ1ぐらいですかね。これを沸かせばもう漬け汁は完成です。なるほど、はい、はい、乾麺をぜひやっていただければなというふうに思います。僕はもう一曲すごい好きなのが夢であるように。おわゲーム、はい、やってた。テイルズオブデスティニーっていうゲームがもうそれ育ったので。なるほど、毎回見てました。ありがとうございます。最初のイントロから好きです。ダラ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 、あの幻想的でも、はい、歌詞は切ないんですよね。そうなの、よく聞いて、あんなに幻想的なのに歌詞は切なくて、子供の頃は分かんなかったんですよ。大人になって聞くと、うん、すげえ切ないじゃんこの曲みたいな、うん、それぐらい思い出が深い。あ、そんな思い出話聞けると嬉しいな。じゃあ100、これ何分だっけ。やめよう。7分。たっぷりのお湯で茹でるっていうのが良いと思います。あ、そうですね。しかもそば粉が多いんで、うん、普通のだともう即吹きこぼれちゃう。あ、そうなんですね、はい、僕おすすめなのは1人前2人前ぐらいだったら中華鍋がいいです。中華鍋、中華鍋はね、本当に吹きこぼれないです。多分このチャンネル見てる方、二八の意味が分かんない方もいらっしゃると思うんで。そうですね、ちょっと解説していただいて。そば大好きなんで、はい、そば粉が多いのをチョイスしていくんです。乾麺も池森ブランドはそば粉が8割以上のものしかないです。2割小麦でつないでますね、はい、8割がそば粉。そば粉ってことで、じゃあ10割はつなぎも小麦は使ってない、全部そば粉です。これは8割 80% そば粉です。で 20% は小麦、一般的に喉越しがいいとされてますよね。喉越しがいい、どちらかというと洋食の方をよくやってたので、うん、和食はそんなに僕かじってなかったりするんで。スタミナ本当に美味しそうだもんね。いや、ペペロンチーノは
本当衝撃。ありがとうございます。乳化でしたっけ。乳化をお店みたいになるやつ。そばでやってみたんですよ。そばはね、やっぱり洗わなきゃダメだってことにも気がつきました。やっぱりそうですね。そば粉はね、やっぱりなんて言うんだろう、ドロドロ感が出すぎちゃって、特にそば粉が多い乾麺に関しては、洗う時にまあまあ洗うんすよ。どんなに洗うんだ。絶対氷水ね、いらないです。いらないですか。本当に。みんなよくそば氷水こう用意しといて、ガサッて入れるじゃないですか。ありますね。あ、ね、ダメです絶対。え、そうなんですか。やらなくていいです。浄水はマストだと思うんですけど、はいはい、軽きっぽくなっちゃうんで浄水。あー、なるほど、うん、何回も何回も洗っていくと、はい、だんだん締まっていくので、よく洗うってことが大事なんで、ね、はい、いいこと聞いて知らなかったそれ、うん、茹でる時にはボコボコ沸いてた方がいい。いいですか。あー、すいません、そのお気遣いいただきます。今、ね、いいっすよこれ。今いいっすよ。今いいっすか。ちょっと待ってください。冷えたところをいただきたいので、うん、これだけ冷やすとまた全然味違いますね。じゃあもうまずざっとおお、そのままいっちゃって、もう煮鉢なんで、はい、もうそば湯もガンガン使いますから。あっ、大きい丼を移してそば湯とか割るとさらにうまい。ああ、これがね、まあまあこれ一手間ですけど、はい、これやってあげると乾麺が、え、乾麺ってこんな美味しいのって、はい、多分みんななると思います。あ、もうガッツリ洗うんですね、はい、玄米を洗うかのように、うん、でお蕎麦もなんかちょっと平たいんですか、これって。ちょっと太麺にしてるんです。ちょっと太いですね、はい、だんだん締まっていくんで、それが美味しいっす。これ一気にもう氷水入れちゃうと、はい、もう麺がギュンって締まりすぎて食感もないし、甘みもないし、よし、はい、最高のそばを、はい、やってもらいましたので、じゃあ盛り付けていただいて、はい、はい、でじゃあこの乾麺作った時に、はい、一つこだわったことがあって、はい、微妙に波打ってるんですよ。おーおー、つゆが絡むように、つゆまで計算して、辛みも計算してるんですね、はいはい、おそばは、池村さんに、茹でていただきましたので、はい、じゃあこんな感じで。ほんと強風だ、はい、つゆの色が。つゆの色はね、かなり淡いんですよね。あ、でもなんだ、生姜の匂いがすごいまろやかな香りに変わってる。はい、かなり。あ、こんな感じかな。はい、ネギマ、つけそば、うん、はい、完成でございます。イエーイ。はい、それではですね、できましたので、早速食べていきたいと思います。はい、美味しそう、もうお腹ペコペコ。はい、いただきます。いただきます。いただきます。すみません、僕の方がゴリゴリ飲んじゃってる。まず、はい、麺の味を確かめたいので、料理家なんで、はい、そのまま言ってもいいですか。ぜひぜひぜひ、香り嗅いでみてください。わぁ、すっげぇ、全然ちげぇ。そば粉がもうこんな違いますかね。はいはい、そのままいただきます。はい、全然違いますね。うまい。ありがとうございます。こんな味違うんだ。なんなら塩だけでも美味しいような、はいはいはい、つけ汁つけていただいて。怒られるな、うちのディレクターの山源に。大ファンだからね、リリーさん。いやいただきます。はい、うまい。ありがとうございます。両手です、両手。ありがとうございます。うまいっすね。うまいっすね。これうまいっす。うまいっすわ、これ、うん、これちょっとみんなにも食べてもらいたいぐらい、うん、はい、わけとこ山のミシュランのシェフ、はい、野崎さん、はい、監修してる。ちょっと今日、ね、持ってきていただいたんで、はい、もうパラッとやって、はい、うまい。はい、うまい、いただきました。お蕎麦がうまいっすね。のどごしも違うし、香りも違うし、うんうん、すごく美味しいです、はい、あともうワインがうまい。あ、ワインがうまい。あー、でもそういう催促をしたわけじゃないんですか。さらにキーンと、かなりキンキンになってますね、うん、これはね、今日のこのネギマつけそばにはもう完璧だと思います。完璧だ。皮ごとやっていただくことによって細切りにして入れて溶かすと、食べた時に生姜の香りがこう、うん、麺についてくるっていう。すごい、さすがです。参りましたということで、今回新しい発見がものすごいあった回ですね。特にそばの洗い方ね、あれちょっと僕知らなかったんで、お恥ずかしながら料理研究家なんですけども。いえいえ、とんでもないです、はい、池森さんのチャンネルだと、うん、池森さんがなんと、ではどうしてもね、リュウジさんに、はい、まあ、2種類なんですけど、これを食べてもらいたくておもてなしさせてください。楽しみだな。いい、まあ、それに合わせた白と、はい、あと赤も持ってたんで。ということで、池森さんのチャンネルでも僕が出演して食べさせていただくって回をしてますので、そちらもぜひチェックしてみてください。今日は池森さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあいいですか、次行きましょうか。
じゃん。あー、ちょっと足りないから。いやいや、すみません。次行きますよ。いいんですか、レバーで。大丈夫です。下に。本当に。本当にもう、何言います。あー、申し訳ないです。あ、レザー、置いといて。そうだ、置いといていいですね。ワインですからね。もう日本酒のように並々って言われてる。美味しいワインだと思う。これはでもそんなにね、アルコールと、まあまあ高いですね。